時は戦国末期。日の元全てを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。 野良犬が心さなくしたか。ああ、共に来るか。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。 忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守り、たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。 一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も守るべき主も。 忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
どぞこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、
主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。良い。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。はっ。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。行為。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、アシの羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。このアシナの城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。アシの羽笛を。
Thank you.
狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。行こう。ここを抜ければアシナの城外だ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私は。すまぬ。お任せを。邪魔だてするか、巫女の忍びを。芦名源一郎、参る。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という、うん、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ、屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってからずいぶん経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。しゃべりすぎたな。行きな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。その優しい顔の仏様はわしの掘ったもんじゃねえ。まことの仏師が掘られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは。怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。
まことに息を吹き返したのですね。流因の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。うん、信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？うん、うん、白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流因を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。うん、もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。
手に入れた。任務か。ああ、忍び騎手は騎馬じゃと言うたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わ
わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。Thank you.